変な声で歌う。この人の歌を聞いているあたし。私は今ここにいる。こんな声で歌う。この僕の歌を聞いているあなた。君は今ここにいる。ランランラーランランラーランランラちくさんは今ここにいます。はい、います。ラジオを聞いてるあなたはずっとそこにいて、最後までラジオを聞いてくださいね。まもなくちくさんの登場です。なんのこっちゃいにしゃま、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃいにしゃまです。もう少し後で曲が変わるかもしれないですが、二十歳の頃からハゲ頭のなんのこっちゃいにしゃまでーす。お、かかりましたね。今かかってるのはちくさんの身も蓋もない歌という曲ですが、女性に好きだよと言われることもなく、ちくさんと同じ54歳になってしまいました。まあそれも人生ですかね。2月10日から3月30日の間だけ、ちくさんと同い年です。お、二人とも54歳です。お、今年の3月31日でなんと55歳になります。ゴーゴーなんのこっちゃいにしゃま、人生はなんのこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。肩に貼ったら肩こり解消しました。パソコンに貼ったらバグがなくなりました。このステッカーのおかげで恋人が。ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。 Try to the next stage アルファ。夏の夜空を見上げれば、北東の七つ星ぐるぐる渦巻いてこぼれちゃう。光のしずく楽しげな人玉音頭合奏編をバックに、今日のゲストを紹介します。2017年4月18日以来約2年ぶりの登場です。そして筑俊明の歌その1その2を出したばかりの筑俊明さんです。はい、こんばんは。筑俊明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、筑さんついに出ましたね、ソロアルバム。なんかね、出ましたね、はい。いや、この筑俊明その1その2ですね。はい。でその1の方は今までのシングルと、あとあの不思議な6月の夜です。そうそう、あのオムニバス入ってる曲と、うん、今かかってるこれですね、うん、これはこのアルバムしか入ってない。これはあの、はい、おまけトラックって感じで、はい、新しく友達を集めて撮りました。はい、はい、いや、これもね、メンバーすごいですよね。もうありがたいですよ。で、これ2枚目の方がですね、その2の方はもう新録で、新録で、まあ弾き語りの一発撮りばっかりなんで、はい、まあちゃちゃちゃっとね、はい、歌って
いやでもちくさん、タマの時は結構1年か2年に1枚ぐらい出してたじゃないですか。ああ、ね、結構10年、いや年に10年も、いや調べたら結構1年か2年に1枚ぐらい出してますね。そうですか。でも今回ソロになってから15年半ぐらい買っちゃいましたね。そうですね。はい、僕はもう、はい、好きな歌しか残してないんで、はい、だからライブ歌う曲が、はい、もう自分がずっと歌いたい曲ばっかりなんで、はい、新曲必要ないんですよ。自分にとっては。はいはいはい。なので僕は、はい、自分主体で生きてますんで、はい、自分にとって必要がないから、なるほど、別に作んなくていいんです、はい、今回この2枚出そうと思ったのはやっぱそろそろ出そうかなという、それは、はい、これも、はい、つまり他力によって、あ、はいはいはい、流通会社のねブリッジさんの、はい、あ、ブリッジさん、はい、稲城さんが、はい、僕の資料をね、はい、バシバシ引っ叩いて、はい、そろそろ作れやって言うんで、はい、すいません作ります作りますって作りました。でも実際にできるとやっぱりいいですよね。つまりそのタワーレコードの結構展開されてたり、なんかそう、はいはい、あれ、はい、結構みんな気にしてくれてたんだと思ってちょっと嬉しかった、はい、だいぶ嬉しかったです、はい、嬉しいです。やっぱタワーの時ですから、やっぱりメジャーだとすると出さなきゃいけないような契約とかってあるんですよね。あ、そうそう、はい、僕はだから、はい、その契約はした時に、はい、まあ、これあんまり、はい、これはちょっとこなしていけないだろうなと最初から実は思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、言えないような雰囲気だった。あ、ちょっと、あ、それ以上はさすがに言えないような雰囲気だったので、はい、まあ、他のメンバーもいるからみんなが作ってくれるだろうと。まあ、でもあれですね、原真澄さんが1988年に夜の幸を出してから24年間出さずに、はい、人間の演奏、それに比べたら全然早いですよね。まあまあやっぱり、ね、そのぐらいじゃないとやっぱり、あ、うん、まあ、確かに年取ってくると多分若い時の3年ぐらいが、うん、もう10年ぐらいでもなんかまだ3年ぐらいな感じしちゃいますよね。いや本当そう、本当そうです。本当そうですね。はい、うん、そう、それは原真澄さんといえばこの前の南山マンダラの三つどもえ、はい、うんうん、三つどもえね、3日間行ったんですけど本当素晴らしかったですね。もうあれはね、ありがたい企画で、はい、本当に僕のために準備されしてくれたんじゃないかみたいな。あれです、高校生時代か友部さんとか、高校、はい、そう、高校入って、高校1年の時に友部さんに知って、はいはい、もう、はい、で原さんは、はい、高校卒業してから知って、そのもうこの2人で、はい、もう僕の多分 70-80% できてるんじゃないかっていうぐらいの影響を受けた2人です。それぞれとまあツーマンってなったけども3人一緒にやったのは初めてですよね。そうです、3人一緒初めてですね。そう、やっぱり畜産が友部さん、うん、原さんの時に壊れてしまった一日で、あれは思わず出てっちゃった感じではなかったですか。あれはね、その客席で、もともと決まってないです。決まってないです。客席で始まって、はい、こう小声でこう、はい、ちょっとハモったりしたら、はい、まあマネージャーというか、はい、由美さんがね、はい、ちょっとお前出てったらいいんじゃないのって、はい、こう背中を押してくれたわけですよ。でもまあ、はい、由美さんの命令じゃこれは逆らえないぞって言うんで、はい、もう喜んで出てみる。いやでもあれいきなり出た割にはすごいバッチリですよね。ああ、だってまあ、はい、大好きですからね。もう曲はもう体に入ってますから。もう歌詞も入ってますから。はい。はい、で最後にね、3人で一緒だった夕日は昇る。最後はね、最後は僕は君を探しに。だけどその前、あれでもあれは夕日は昇るもやりました、ね。夕日は昇るやりました。そう、やりましたね。そうですね、あれも良かったですね。はい。で3人が並ぶと、うん、原さんが一番、まあ、可愛らしいんですけど子供に見せます。原さん本当面白いですよね。いやもう普段からもう大変ですから。本当原さん面白い。面白い。普段からですよ。普段からやばいですから。もう本当に兄貴は全然畜さんの方が大人に見えます。それは原さんの前だとはもう仕方なくそうなるだけです、はい、でも西山さんの前でもそうなると思います。そうなんですか。でかなり前に吉祥寺スターパインズカフェで、うん、渋沢シラトのバックに畜さんがやった かなり前ですね。いやそれね、はい、あ、それ違う、渋沢シラトの、はい、一緒に確か道郎さんとか、あ、それはね、あれ、あ、違いましたっけ、あれはフジロック、はい、いやなんかスターパインズカフェでも一回あったんですよ。あれ本当？もうすごい前ですね。でその時にあんなビッグバンドをバックに歌っても畜産の声がすごい通るっていうか、それに感動した覚えがあるんですよね。あら、まあ、はい、それはまあ PA さんが上手だったんです。え、畜さん
あの最初のこのちょっと今ここだけの歌でもちょっといきなり変な声で歌って、うん、はいはいはい、自ら歌ってますけど、はい、え、畜さんのその声っていうのは、うん、歌始めた時からこういう歌い方とか声だったんですか。いや、やっぱり、はい、そのご両人の影響ですよ。だって、まあ、こう、はい、大きな声では言えませんけど、はい、ね、友部、はい、さんも原さんも、はい、んの声でしょ。、うん、はい、ね、やっぱりそこについていきたいっていう。なるほど、はい、あの、あ、うん、そうやってるうちに、まあ、やっぱり真似して、はい、あんな風に、はい、あんな風にやりたいみたいな感じで、はい、まあ、まあ、最初は真似するわけですよ。最初はみんなそうですよね、絶対そうですよね、うん、そうそう、はい、だけども、はい、じゃあこの感じで自分の感じはどんな感じだろうってこう探ってたっていう感じですね。はい、そういう感じです。はい、いや、でも本当にあの、ま、どのミュージシャンも言ってるんですけど、やっぱアルバムあるとやっぱライブでもこう売れるじゃないですか、はい、だからやっぱいいですよね。はい、うん、いや、僕は別にあの、はい、別に、はい、あの別にあのね、はい、歌ったのが楽しいから、はい、ただあの散々お客さんに、はい、出して、はい、アルバム作ってくださいよって言われてたんで、はい、まあ、やっと、こう、約束が、約束っていうか、果たせて、ちょっと肩の荷が下りました。これで、まあ、あと、また10年、15年はまた、あ、でも、持つかな。あ、でも、そっか、10年、15年経っちゃうと、畜産もあれですね、もう70ぐらいになっちゃう。そうなんですよ。はい、ね。だから、もう一枚ぐらいなんか出してほしいですよ。出してほしい。まあ、でも、まあ、はい、まあ、あの、はい、ね、一回、まあ、いや、先のことは何も言えません。下手なこと、ね、下手な約束すると、後で自分を苦しめることになるんで。あ、まあ、とにかくアルバム発売おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんのこっちゃ西山、今も青春、我がライブ人生。からも生きてる人、お酒片手にぶっきらぼうに話してくれるよ。もういないくせに死んじゃってくことを、ちゃんと過ごした人、ちゃんと生きた人、おしまいまで生き切った人、ひげは伸ばしっぱなしでぼうぼうのまんまで、今かかってるのは畜敏明の歌その2から死んじゃってからもという曲ですが、これは PV にもなったんですね。そうそう、この間、はい、草野翔吾監督が、はい、撮ってくれて、もういい感じに、そうそう、シンプルな感じ。シンプルですね。いや、あの場所が調べた埼玉県四季の柳瀬川というところ。柳瀬川ですね、はい、あそこはね低い土手があって、はいはい、まあ、これから桜がもうバーッとあそこ満開になるとすごいんですよ、はいはいはい、僕はあの荒川の土手で育ったも、はい、まあ、土手っていうかで遊んで育ったもんで、なんかあの感じがすごく好きで、もう荒川の土手がねものすごくでっかくなっちゃって、はい、あの改築というかなんかこう、はい、されて、もう昔の面影がちょっと違うので、はい、僕はなんか昔知ってた荒川の土手もさらにちっちゃいあそこの土手が好きなんですよね、はい、そうですね、畜さんもね埼玉の川口とか西川口、そうです、川口、西川口で育ちました、はい、そして今このラジオ収録してるのもなんと埼玉県川口です。もう川口なの。そうそう、一応川口じゃないですか。そうなのね、はい、おお、それはそれは、昨日が埼玉県熊谷でライブ、熊谷で、はい、今日が上尾で、今日はそう熊谷上尾でやって、もうまさに埼玉尽くしです。まあまあ地元ですからね。はい、え、実際やっぱりあの埼玉出身なので、埼玉やっぱ思い入れっていうのは結構やっぱりありますか。そうなんですか。いや、はい、あの皆さんと同じぐらいな感じだと思いますよ。 そんな強いあれではないけども、はい、まあ、埼玉の人と会うと、まあ、ちょっと嬉しい感じはしますよ、はい、このアルバムの中からこの死んじゃってからもを PV にしようと思ったのは、うん、それ畜さんの方、それともその監督さんの方からこれにしようか。監督さんの方ですね、はい、もう僕はあの、はい、アルバムの中の曲はもうどれでも、はい、どれだっていいからっていう感じです。はい、いや、もうタイトルは死んじゃってからものに、曲調はそんなにあの暗い感じしないですもんね。あ、まあね、それを、はい、うん、そこはね、はい、
そう、それで埼玉といえば、この、はい、その2にも入ってる湯山も埼玉出身で、彼は川越です ね、 ですね、まあ、ちょっと埼玉の端っこと端っこみたいな感じで、まあ県内の遠い感じみたいな感じですけど、ちょっとこの畜産と湯山が共作したこの聞こえない歌もすごいいい曲なんで、ちょっと聴いてみましょうか。あ、ぜひぜひお願いします急に急にあ、急にいや、これもいい歌ですよね。これも結構畜産素晴らしいメロディーです。最後にだから湯山っぽくない、これですよね、はい、隠しして、うん、僕の唇を塞ぐ、聞こえない歌と、はい、今かかってるんですね。その話に出たユザンと一緒に作ってる聞こえない歌、うん、ユザンがすでに作曲してあった曲です、はいはい、あ、それに畜産が歌詞をつけた感じなんですか、うん、そうそう、はい、それなんかのんきな曲があるんだけども、はいはい、畜産これに歌詞つけて やりませんかって言うんで、はい、いや、やるやるって言ってね。いや、これいい曲ですよね。ああ、そうですよ。もう、いや、メロディーがもう、はい、とてもいいですね。いや、なんかタブラ奏者の予算からは、なんか、こういう、すごいいいメロディー書けるんですね。予算さん。いや、彼は、そう、はい、うん、はい。彼はすごい塊ですから。はい。はい、本当に。うん、そう、ユザンとはあれですよね、このその2の中でこのセシウムと少女も、そうそう、それもリオでやってる、ね、リオでね、はい、ユザンがタブラアレンジをしてくれて、はいはいはい、それでやりました。いや、これ本当になんかいい曲だなと思いましてね、何回も聴いてまして、ああ、はい、ありがとうございますユザンに言っときますまだユザンさんとね面識はないんですけど。あ、そうなの、はい、うん、あ、いい子ですよ、はい、本当になんのこっちゃ、西山今の青春我がライブ人生。皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、おっと、それならとりあえずお芝居一回見てみない？ Try to the next stage アルファ。はい、ではイチョウの木の下で聞いてください。僕の好きな場所がまた一つ消えちゃった。ねえ、僕のそばで座っててね、黙っててね、僕らこの大きなイチョウの木の下で、もう何時間も喋らずにいた、いられた楽しかったね、しすぎてなんだか寂しい感じ、僕は大好きなんだこの世界が。ねえ、僕のそばで座黙っててね、僕ら大きなイチョウの木の下で、もう何百年も手をつないでいた気がした、楽しかったね、楽しすぎてな
こだか心配、僕は大好きなんだこの世界が、大好きなんだこの世界が、大好きなんだこんな世界が。はい、どうもおさまつさまでござりました。ありがとうございました。いやー、いいですね。この曲もいい曲ですよね。あー、どうもありがとうございます。え、畜さんは、はい、まあ、タマは2003年10月までやってまして、うんうん、ただ、それよりも長く参加してるんですね。あの、パスカルズ。パスカルズ、そう、もう長くなっちゃったね。そうですね、結構長いです。もう20年超え しましたから。去年出たこのパスカルズのね、アルバムも本当良かったですよね。はいはいはい。日々年月。はい。日々年月、パスカルズ、はい。もうよろしくお願いします。え、畜さんは、さすがにもう、タマみたいなバンドはやりたいとは思わないですか？ああ、いやいや、はい、まあ、バンドというか、はい、今度4月1日にこれの、はい、発売、ね、はい、今回の発売記念ライブあるんですけど、その時に、その、はい、まあ、チクチンドンバンドみたいな感じで、はいはい、まあ、後半はやろうと思ってまして、はいはい、まあ、そのチームで、まあ、はい、何回かライブはやってみたいなと思ってます。そうなんですよ。バンドってことになるのかどうかわからないけど、最近やってないですが、不思議な6月の夜で、チクさんがサードクラスのバックに、なんかエレキとか弾くのも、まあ、あれも結構良かった。ただあれをずっとやるとなると思わなかった感じはしますけどね。でも、バンドのチクさんもまたいいですよね。バンドって言っても、ね、はい、僕はね、やっぱりね、はい、ロックの人間じゃないので、はい、どうもね、はい、ドラムセットっていうのは、ね、はい、サードの、はい、サードクラスの久米村さんは、はい、その辺こうすごくこう、なんて言うんだろう、微妙なニュアンスをこう表現できる人で、はい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 、歌えたんですけど、はい、なんかね、ドラムセットと一緒にっていうのがちょっとこう、はい、苦手なんです。実は石川さんみたいな、こう、石川さんはまあそういう意味では最高です。本当に。ただ、はい、久しぶりに一緒にやると、はいはい、力んでどんどん突っ走ってたんで、しばらく一緒にやるともう 最高です、はい、っていうか、まあ、石川さんと一緒にやりすぎて、はいはい、他の太鼓とはできなくなったっていう感じはあるかもしれない、はい、いや、石川さん本当にリハなしで何でも合わせられますもんね。うん。本当に、うん、でも危険だから、はい、歌ってるとこう俺の帽子取ろうとするから、はい、だからね、一緒にやらないです。ただパスカルズ石川さんともずっと一緒にやってますもんね。うん。いや、うん、あれは石川さん先にいたから。ああ、先、はい、そうです。あとです、ね、僕は後で混ぜてもらったので、はい、もう石川先輩ですから。パスカルの中では先輩、うん、でまあ、人生でも大先輩だし、あ、そうですね、石川さんでも年上ですね。そう、石川さんと出会ってなかったらこんな風にはなってないわけで、はい、うん、そうですね。それは本当そうです。はいはい、いや、とにかくあれですね、この祝年明けの歌その1その2、はい、そしてこれまだあるかどうか分かんないですが、アナログ版まだね、はい、ありますありますか。これこれは通販のみです、ね、これはセットで、セットでしか買えなかったんですけど、まだ知らせてないけど、なんかラストチャンスが、もうワンチャンスあるかも、あるらしいんで、ちょっと僕のツイッターとか気にしててください。欲しい人は。それで畜さんが参加しているこのパスカルズ、これは去年出たアルバム、日々とつき、これも本当にいいでしょ。で、その畜さんとパスカルズが3 days で4月1日2日3日、そうですね、もともと僕のそのレコ発のために3日間抑えてあったのを、はいはいはい、まあ、1日しか使わないので、はい、残り2日間をパスカルズに譲ったという感じで、はい、譲ったというか、どうせ開くからここにパスカルズやろうよってこう、はいはい、一応こう松さんに、リーダーの松さんに言って、めでたくそうなります。はいはい、いや、良かったです。3 days 4月1,2,3 は吉祥寺スターパインズカフェに来てください。はい、畜さん、今日本当にありがとうございました。もうおしまいですね。はい、ありがとうございました。最後になんか一言だけお願いします。一言？ファンの方に。ライブ来てください。それは畜さんのホームページでね、ぜひチェックして、はい、結構もうたくさんライブやってるんでね。そうです。はい、ライブが好きなので来てください。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんのこっちゃいにしゃば。
今も青春我がライブ人生。役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。 Try to the next stage アルファ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。今かかっているのは築年明の歌その1に入ってる月が見てたよという曲ですが、悪いことをしても嘘をついても月は見ています。月の目はごまかせないよ。今がダメでもこれからあなたの人生に月が回ってきますように。一生懸命頑張れば月が見てやるから、いつかいいことがあると思います。次回の収録日は4月22日月曜日19時から20時。ゲストはなしで2019年1月から3月、なんのこっちゃとライブベスト10をやります。お楽しみに。お相手はなんのこっちゃ西山と地区としあきでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんのこっちゃい。月が見てた、月が見てた、月が見てたよ。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。月が見てた月が見てた月が